ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田県立秋田南高等学校演劇部が大切にする言葉は、楽しくです。部員たちは楽しくという言葉を胸に理想の演劇を追い求めてきた。私たちが楽しく演じることによって、その完璧な最高のコンディションの舞台をお客さんに伝えて楽しんでもらえることができたらいいなと思っているので、舞台を作る側や演じる側も楽しむことが大切だと考えています。父の日訓練の日だ。トシコ、今すぐ逃げるんだよ。え、どうしたの？逃げるの？今彼女たちが取り組んでいる演目は、現代の高校生が過去にタイムスリップするという内容。自分たちがわからない時代感のものでもちゃんと理解しないと見ている方にも伝わらないと考えているので、そこは日本史の先生とかにもお話を聞かせてもらって時代背景とか考えていこうかなと思っています。演劇を初めて見る人たちをも舞台に引きつけるために、彼女たちはさまざまな視点から演技を磨いてきた。練習を重ねるごとに、ここ伝わらないよねってところに気づけなくなってしまうので、最初に見た感情を忘れないようにして演技するようにとか心がけたりしています。真剣に取り組むからこそ味わえる楽しさ、その楽しさの先に見据えるのは東北大会出場。去年行けなかったっていう悔しさも2年生にあるので、今年はもう行きたいなって考えています。真面目に楽しむ気持ちを忘れずにやりたいなと思っています。秋田南高校演劇部が大切にする言葉は、楽しく。この番組はユリホールディングスがお届けしました。つながる今。私たちの仕事は技術と品質にこだわり抜いたものづくりです。今日もより良い未来を実現するために、たくさんの仲間が活躍しています。ユリホールディングス。